1週間でクビになった新入社員、一体何をした？勝手に新入社員っていう印鑑を作った。ほとんどの人そうなるでしょう。1週間でクビになった新入社員、一体何をした？外回り行ってきますから早い1週間。いやもうだめ、もう失踪じゃん。一体何をした？実は新入社員だった。おースパイ、それバレたらクビになりますね。一体何をした？シンプルに横領。ダメですね。1週間で横領しちゃったんですね。一体何をした？はい、誰のでもない名刺を配った。紛らわしいですね。一体何をした？めちゃイケ新メンバーオーディションに今受かったらしい。それはもうクビというかもう自主退社ですね。それはもうすいません受かっちゃったんで。一体何をした？まあまあ仕事はできるんですけど、廊下とか歩くときにはいつもトゥピピピピピピンってタラちゃんの足音がしてるんですよ。なんか気になるんだよな。一体何をした？全部カッコ笑いに変えた。ダメですよ。一体何をした？ちょっと適当に飲み物買ってきてって言って全員分のタルタルソースを。いらないいらない、デブですら飲まん多分。一体何をした？テロとか企てる外観誘致。なんで1週間でそれやろうとしたの？一体何をした？祖母戦争体験を語る。新入社員なのに一体何をした？よし、花見の場所取りは新入社員の仕事だ。ちょっと前花見の場所取りしてこいって言って朝5時から来たんですけど、横たわって人一人分のスペース。シート張って。一体何をした？シンプルに使用期間終了につき。お試し感覚で入社したんですね。一体何をした？殉職。殉職。死んじゃった。一体何をした？ずっと会社のことを中年男性ランドって言われて。ふざけんなおいって言われる。誰が中年男性だ。一体何をした？働き方改革という名目で4人殺した。ダメ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 、通用しないよその名目。一体何をした？シンプルに手首足首に鉄眼。なんで逃げてきたの。一体何をした？ずっと自分の仕事のことを空を汚す仕事って言うのです。工場関係だったんですね。1週間でクビになった新入社員、一体何をした？7からのカウントダウン。だからもうクビになる気満々だったんですね。1週間でクビになった新入社員、一体何をした？瀕死の状態になった。ポケモン。ポケモン。そのレベルは年齢でしょうね。一体何をした？会社とかに田中外回りとか山田休みとかに書くホワイトボードがあると思うんですけど、そこにサードフライとかセカンドヒットとかなんか一球速報みたいな。スターティング。しかもメンバーも若干ちょっと中田いますしね。1週間でクビになった新入社員、一体何をした？6階を5階にした。だるま落としみたいな。場所的に多分3階の人が多分どっか知らない場所に連れてかれる。